はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。皆さんなんか見たことあるでしょ、この感じ。ローラースケートのゲームがやってきました。もうね、絶対神ゲー、スケート3に続く神ゲーがついに来たかということで、早速やっていこうと思います。プレイ来た。え、誰、うわうわどうやって育つの。おっと、ジャンプした。おお、急に。どうやって育つのこれ。とりあえず足にずっとくっついてる感じね、ローラースケート。わあわあわあ、バカバカ、急に。大丈夫です、皆さん、神ゲーです、間違いない。とりあえず操作方法がわかんないんですけど。おっと待て、なんか言っちゃった。はいはいはい、だから大丈夫かお前。とりあえずジャンプの仕方はわかった。どうやって前に進むんだ。あ、こうか。で、はいはいはい。え、めっちゃ死ぬんだけど。こうやって勢いをつけて、ここら辺でジャンプ。おお、あんまかっこよくないな。おお、大丈夫か。何をやってんのさっきから。おい、なんか全然別のとこへ来たぞマップ結構広いんだけど、みんな。これガードレールの上行こう。ちょーい、そこじゃないんだよ、ガードレールの上を走りたい。あ、いい、かっこいい。神ゲーシュやばい。右に行きます、そのまま。頑張れ頑張れ頑張れ。どうなった。え、びっくり今スポットハマったよな。これコース的にどうなの。この上からトリック決めるか。あ、普通に歩くんだ普通にそういうとこ上がるときは歩くんだね、やっぱり。そういうとこ忠実に再現されてますね。神ゲーだわこれ、マジで間違いない。こっちの方は、おお、ベンチで、うん、そうやって座るんじゃないんだよ。え、ローラースケートって本当にこんな足ガタガタなってんの絶対足腰悪くなるよね。大丈夫か、こっちの方が悪くなるか。え、かわいい、この登り方かわいいね。あー、こんな登り方するんだ。なんかあのスキーみたいだね、登り方。あ、これ行っちゃいけないとこへ行くと戻されるのかな、もしかして。うん、3秒のカウントがあって戻されちゃうんだ。なるほど、マップ広いようで、まだなんかベータ版的な感じらしいので、そこまでも広くないか。でもちょっと探検してみましょうか、せっかくなんでね。すごいワクワクしてきた、なんか。さあ、こっちは、こっちも行けないんじゃね。あ、行けた。ん、何があった。ちょ、網が邪魔だな、網が。もう入れたわ、みんなこのゲームバグしかねえんだけど。おい、どこ滑ってんだ。このゲームバグ8割8割バグ。どうした。あ、いろいろマップあるじゃん。なんだ、じゃあちょっとマップ変更してみるか。ここら辺行ってみよう。こんにちは、第一村人発見ですね、これは。あ、奥にもいるわ。なんだこのゲーム、怖っ。世界観怖っ。ムーンウォークしてるぞちょっと待ってこれ100%だ、これ発見した、みんな。これ 100% バグるな、それにしても。これ大丈夫なの、これ。このゲームよく発売しようと思ったね。なんだなんだなんだ、体が震える。どうした、やーべーやべーやべーやべー、みんな詰まったかもしんない。俺これ永遠に出られないかも。みんな助けてくれ、俺コントローラーから手離してんのにさ、勝手に進み続けてるこいつ。ええ、待って待って待って、後ろ行くでしょ絶対、そんな迷わず後ろ側行くでしょ。滑り台的な感じ。うわ、すげえ、絶対楽しいやん、こんな。スピードどんだけ出しても怒られない。あ、怖い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 これ別ゲーだろ、ふざけんなよこれ。うわーわーわー、どうなってどうなってる。あーあーあああ、もうよくわかんねえや。うわ、めっちゃ飛んだわ、みんな。やったな、イエーイ。なんで生きてんだ、いいじゃん、まともにできた。あ、そこで死ぬ。なんで階段ここにあんねん、危険だろ。おい、奥で誰か見てるぞ、ほら俺のこと。え、てかあれ俺にそっくりだね、怖っ。ドッペルゲンガー。なんかモジモジしてるみたいなんかモジモジしてる、ナンパしたいけどモジモジしてるみたい頑張ってるんだけど、ちょっとこいつもこいつで、ほら頑張ってアピールしてるけど、見向きもしてくれない。ほらもう、おい、だおー、かっこいい、お前かっこいいよ、その技。後ろ向きで女の子を待つ作戦。嘘、
嘘やん、そっち行く？え、まさかあいつ、あーやべえ、道さえ歩いてくれねえ。よし、ここら辺でかまってちゃんしてよ。よし、かまってくれるかな。あ、めっちゃ見てるあ、やべえって、こいつ関わっちゃいけないやつだって思われた今完全に。もうどうやったら振り向いてくれんのねえ、どんだけアピールしても振り向いてくれない。悲しいスケート始まります。悲しいスケートの悲しい時、その悔しさをバネに俺は強くなっていくんだ。今一番かっこいいスケートを決めようじゃないか。やべえな、カクつきまくってんな、マジ。ここ一番ってくらいカクついたな、さっき。ああ、こいつダメだ。やっぱスピード出た時って一番何かが起こりやすいからさ、スピード限界まで出して飛ぶじゃあなんでだよお前は。でもね、今のとかを成功させると絶対すごい飛べると思うんだよ、大ジャンプ。いくぜいくぜ、うらなんでだから。え、これがかっこいい技なの今のかっこいい技なのねえ、耐えるのがかっこいいみたいな感じなのかな、やっぱり。こうやって、うん、でもポイント入ってますね、一応。かっこいい技ではあるんでしょ、多分。おぉ、なんだこのねちっこい感じ、なんだこのねちっこいターン。まあ俺が操作してるんですけど、なんかかっこいいあれ、前に広がってるのは海でいいのかな。あー、海っぽいけど、でも行けないんだよな、これ以上奥に。この岩使って大丈夫かな。すごいな、すごいな、そんなことないだろう。おい、なんだこいつこいつなんだ、ドン引きだわそんな技ねえだろう、世の中に。まあ、とまあね、一通りやってきまして、この場所に帰ってきました。まあ、ちょっとくらいはね、うまいローラースケーティングを見せとかないとということで、こけずにちょっとやっていこうと思います、トリックを。ちょっとだけ練習したんですけど、でまあね、スケート3と一緒に難しいんだよね。うだうだ、それはちょっと今のはこけてない判定だから、なし。おーお、かっこいい、見たみんな、今のだいぶ高度な技。おー、いいね。はいはいはい、どんどんトリック決めていくよ。はい、回転とかしちゃいまーす。乗っちゃった。はい、後ろ向き。はい、楽しくなってきた。はい、結構ご了承な気もするけど、はい、楽しくなってきた。はい、ぴょんぴょん跳ねてます。はい、行くよ、決めるよ。よっ。このね、滑るのは正直めっちゃ簡単。これもね、すごい技でしょ。これ何なの？そんなとこ滑れないよね、普通。お、いいね。いいね。なんか乗ってる時にも、その、ポーズ変えれるんですよ。それで得点上がっていく感じかな？これね、バスケットの、あー、ここでもできんだ。まあ、そうなるわな。踊んな。お前絶対踊んなよ、次から。わかったか。これやばくね？これやばくね？これやばくね？おぉ、おぉ、えぇ？そこ耐えるんだ、すげえな。でお前そこで死ぬんかい。みんな滑ってる音聞こえんのにさ、画面ロード中から変わんないんだけど、一体何が行われてるんですか。気になるな。もう一度だけ言わせてください、このゲームは神ゲーです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。いや、もうこのゲームね、本当に3歩歩けばバグるみたいなゲームでしたが、本当に、バグもね、ほどほどにって思いました。まあでもね、今後に期待しております。はい。スケート3のね、後釜を狙えるようなゲームになってくれればなと思います。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、高評価ボタン押しちゃってね。僕は楽しめました。では、ポッキーでした。ザッ！バイバイ。